公認会計士税理士の白山です。静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回は静岡市で企業独立したんだけどなかなか売上が伸びないとか儲かんないんだよねって悩まれている方へのメッセージですが、ぜひ一度私にご相談いただければと思います。なるべく早い状態ですね、お金がある状態でご相談いただければと思いますけども、私もいろんな起業家の方を見させていただいていて、結構勉強しない方が多いですね。勉強しないで企業独立している方が多いなというのが印象です。で、何の勉強かというと、その売り方ですね、言葉を変えると営業やマーケティングについて勉強しないで、企業独立している、もしくは勉強したとしても、MBA で習うような大企業向けの、セオリーを学んでいて、そんなのあなた中小企業とか個人事業主は何の役にも立たないでしょうというのを一生懸命勉強している方が多いのかなと思います。で、中小企業は個人事業主の営業マーケティングというもっと泥臭くもう這いつくばってやるぐらいの営業ですけども、そういう方法は何も勉強しないでただ、手をこまねいてお客様来ないかなと売上増えないかなという方が実際は多いです。で、そういう方の大半が1年経たずに廃業されるんですが、そうなると切ないものがありますのでね、ぜひ企業独立して全然苦しいなという方はお早めに私までご相談いただければと思います。私も企業独立で3年間すごく苦労していろんなことをトライしてきました。で、費やした時間、営業マーケティングを勉強した時間は1000時間ぐらい、1万時間ですね、1万時間ぐらい勉強してきたんじゃないかなと思います。もういろんな失敗もしましたし、いろんな、実践をして、その中で、あ、これはいいなとか、これはうまくいったみたいな経験を持ってますので、その経験を教えして差し上げることが可能です。ですので、静岡市内で企業独立した方は、早めにご相談いただければと思います。私のノウハウをお伝えすることができます。